日立製作所鉄道車両日立レールイタリア、ドライバーレスメトロ、台北都市運環状線電車台北都市運環状線電車は、台湾で2020年1月31日の開業とともに、台北都市運環状線で運行される通勤型電車。形式名は2019年現在で付与されていない。新竹県の台湾車両本社工場で製造中の列車台北都市運では文庫線に次ぐ中運量規格の列車となる。台北市政府早運行停局が2009年に行った環状線第1段階の貴電工程入札でイタリアのアンサルド・ブレーダがボンバルディア・トランスポーテーションを破って受注。ブレーダの後ろ身となる日立レールイタリアが契約を継承し、全17編成のうち15編成は台湾車両による国内生産となった。ブレーダ及びリーの汎用型モデルで無人運転に対応したドライバーレスメトロが採用されている。台湾では台湾鉄路管理局の EMU300 型に次いでイタリア製としては2例目、日立ブランドとしては国内早運系列車で初の採用例となる。2016年8月にカラブリア州にあるリー・レッジョ・ディ・カラブリア工場で第1編成が落成し、出場式典が行われ同月末に台湾に向けて構想された。同年11月に仁北市新三区の南気象に搬入され、12月に車両公開と各種の構内試運転を、2017年に本線上での試運転を開始した。2018年8月1日には、全17編成が納入された。日立レールイタリアの工場で落成した車両公共芸術塗装版台北都市運のバル256や370型といったゴムタイヤ式を採用し車両間の通り抜けもできない従来の中運量タイプとは多くの点で設計仕様の見直しが図られ、貫通式連結路や鉄輪式など他路線の高運量タイプと同じコンセプトとなっている。乗車定員は同じ中運量タイプながら輸送力の小ささで混雑が深刻な文庫線の456人により増えた650人。台車は環状線の9曲線に対応するためコペンハーゲン地下鉄で導入された同じシリーズより軽量化が図られ最小曲線半径35メートルに対応した。9曲線区間通過時の騒音を抑制するため車輪にゴム素材を挟んだ弾性車輪が採用されている。中間車を除いた2両編成の同型式が仁北都市運3、うぐいす線でも導入される。先頭車はイルカを参考にした20度の傾斜を持つ流線型上で最前部も無人運転のため運転室はなく前面展望が可能な大型窓の客室となっている。前面窓の下部左右両側にLED 式の全照灯と尾灯があるが、車外には行き先表示装置は設置されていない。全照灯の下部にはアンチクライマーが突き出している。投入される環状線では全駅でホームドアが採用されるため、連結部における転落防止ホロは省略された。塗装はドライバーレスメトロの標準的な白を主体に、前面窓周りは黒、側面はラインカラーのイエローが上下2本の帯状に採用されているが、5編成は公共芸術塗装版が別途採用され、先頭部分の大部分がイエロー、後方にかけて水玉混じりで白一式になる。公共芸術塗装版は東京を拠点とし、数々のインスタレーション作品で知られるフランス人建築家エマニュエル・ムホーが、環状線各駅及び新三瀬系の鉄道橋とともに意匠を設計した。台北都市運では珍しくラインカラーに準拠したカラーリングでもあることからハリウッド映画トランスフォーマーシリーズのキャラクターバンブルになぞらえられ2014年に実際にデザインが発表された際は車両の造形がミックスされたロボットが展示された。内装は壁面や床がグレーの単色系がメインで、吊り革や手すりは、ラインカラーのイエローとなっている。非常、ドアコックなどの安全上の備品は柱や壁の、凹面内部に設置され、居住性を高めている。客室内は、オールロングシートで、座席は、人間工学に基づいた設計となっている。ドア直近のロングシート両端部は濃い藍色で、白藍座とされ、イエローの他の席とは明確に区別されている。車内はカバー付きの LED 照明が天井に設置され、最前部及び側面の大型窓と合わせて最高性が高い通路幅は 1.23 メートルで、客室内天井高さは 2.05 メートル。ドアは1両片側あたり、外側両開きのスライドドアで、幅 1.6 メートル、高さ 1.95 メートル。左右ドアの中間にはスタンションポールがあり、その上方は煙感知器が設置されている。また、二北産業園区駅で当園機場早運にも連絡するため、空港利用客を考慮して、全車両の連結部付近に26インチのスーツケースが2個収容できる大型荷物置き場が設置されている。ありがとうございます。